あれ？廊下が真っ暗？これもアトラクションの演出なのですか？そう、アトラクションを楽しんでもらうための大事な演出。なんだか暗いとそれだけでドキドキしちゃうね。アイドルになっちゃうんです。変な音が、音っていうか声がしませんでした？声？みんな聞こえた？いえ、私には何も。子供の声ですよ。なんか助けてとか、怖いこと言わないでよ、かさみちゃん。超指向性のスピーカーを使って声を出力してる。このスピーカー私が作ったの。リナちゃんボード。クフフ。これリナ子がやったの？ねえ、アトラクションってもしかして？もしかしなくてもそうなのでしょうね。廊下が暗かったからちょっと予想はしてたけど、やっぱりそう？そんな、リナちゃん、ルビーたちに手伝ってもらいたいアトラクションって、やっぱり、その、お化け的な。うん、お化け屋敷。いやー！今のはただの風の音。アトラクションとは関係ない。びっくりした。あー、小鳥先輩、次そこの教室に入って。もう次の怖いやつ？これは所狭しと日本人形が並んで、さすがにこれだけあると不気味ですね。あのね、次に行くところは。これは、さすがに。さすがに。あの、少し休憩にしませんか？うん、叫びすぎて喉がカラカラだよ。かすみ、その前にトイレ。私がやりましょう。お札を貸してください。はい、頑張って。心の準備はできているつもりですが、いざとなるとやはり躊躇してしまいます。海先輩、あれ絶対ガタガタって動いて中からお化けが飛び出してくるパターンですよ。脅かさないでください。見てるだけで緊張するよ。気をつけて、海ちゃん。行きます。あれ、何も起こらない？まさかの思わせぶりなことしといて何もないパターン？何も起こらないというのであれば、それに越したことはありません。それでは先を急ぎましょう。何？天井、壁にも無数の目が！プロジェクションマッピング。やることの規模が大きすぎます。
寒くないですか？確かにひんやりしてるかも。これっておかしくない？先ほどからおかしいことの連続ですが。そうじゃなくて、見て、冷気で廊下が白くなってるんだよ。本当だ、いつの間に、まるで霧みたい。次は何が起こるの？どうしたの、ルビーちゃん。後ろがどうし、いやー、なんですかあれは。で、天井から女性が逆さにぶら下がって、こっちに向かってきてる。やだー、無理、これ本当に無理だよ。なんですかあれ、体が透き通ってますよ。どんどん近づいてくるよ。逃げましょう。さあ早く。腰が抜けて立てない。リコ、肩につかまって、全員全力で振り切りますよ。ここは屋上ゴールですか？やっと着いた。怖かったよ。かすみ、ルビーも。リコ、大丈夫ですか？大丈夫なのか大丈夫じゃないのかわからない。そして次回は私の代わりにほのかを誘うといいでしょう。さらにいいデータが取れます。あ、海ちゃん。参考までに、みんなどれが一番怖かった？どれも怖かったけど、一番って聞かれたらやっぱり行動のあれね。確かに群を抜いていましたね。全身ずぶ濡れでボロボロの人たちが這ってくるのを見た時は一瞬で血の気が引いちゃった。あー、聞こえない。ルビー、あんなに早く走れたの初めて。作り物とは思えない恨めしい表情がまた生々しくて、思い出しただけで震えがこみ上げてきます。うん、あれはさすがに怖すぎるからアトラクションから外した方がいいかも。え？行動にそんな仕掛けは用意してない。どういうこと？